いてて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 て痛い。足が痛いっす。まあちょっと、これは、ボクサーなら、一度は経験することだと思うんですけど、痛って、ちょっと母子球が、やっちゃったんで、ちょっと、これ閲覧注意っす。なんかこれをみんなに見せたときに、これで、なんか、いって、YouTube のネタができたなみたいなこと言われたんですけど、これ、シャレになんない、いって、これ、避けてるな。ちょっと、こっからは、閲覧注意っす。これ、あれだな、18禁設定にしようかな。じゃあ、ちょっと見せていきます。あ、これですよ。あ、ここが避けてんだな。いって、ここが避けてるからいってんだ。でまあこれちょっとめくってみるか。下に皮ができていって、あーこれは痛えわ。ちょっと薬局行って、なんか傷パワーパッドかなんか買って貼っつけようかなって感じですね。まあ、とりあえずこの皮をいって切ってやろうかなと思うんですけど、ここがちょっとあれだな、裂けてるんですね。まああの右ストレート打つ時に。右足をこうグッてこうひねるんですよ。グッとグッとひねるから、この母子球のところがグッてこうねじれるんですよ。グッてね。そうで後ろ足、まあ私あのオーソドックススタイルでボクシングやるんですけど、やっぱこう後ろ足グッてこうグッてひねるんですよね。その時にこうグッてこう母子球のところがこうグッてなるからこうなるんですけど、ちょっとここまでひどいのは初めてですね。お盆休み実家帰って休んでた月が来ちゃったかなって感じですけど、まあ、ちょっととりあえず皮を切って、見ようかなと思います。はい、一応ね今皮膚を、切りました。下はまあ一応皮ができてますね。痛えな。まあ仕方ないんだけどね、こればっかりは。うん、まあ、ボクシングやってる人だったらね、一度はやっぱこうなることがあると思うんですけど、ちょっとね今回はひどい。痛い。ほんで皮膚を切ったんだけど、その切り取った皮膚がまた臭いんだ。これすごい。まあ死んだ皮膚、死んだ細胞だから仕方ないんだけど、まあ臭いんだなこれが。ということで、まあ、ちょっとね今からちょっと一息ついてから薬局行ってこようかなと思うんですけど、まあ、薬局って本当ありがたいね。12時までやってるからね夜の。家の近くの水薬局はね、なんか10時とか11時で閉まっちゃうっぽいんだけど、なんか12時までやってる薬局があるから、ちょっとそこに行ってね、どうしよう、絆創膏か傷パワーパッドか、まあもしくは最悪ガーゼとか買って、あと消毒液か買って、でなんとか今日明日、まあ1週間ぐらいかな、しのごうかなと思います。いやーこれはマジでありがたい。夜12時までやってるってよ。ました、とりあえず傷パワーパッド結構でかいやつ、かなり大きいですね。ジャンボサイズ、実寸大らしいんでこの手のひらぐらいの大きさの使ってきました。まあ、とりあえずね今晩はまあ空気に触れさせて皮膚をこう固めて、で明日の朝ちょっと仕事をするときに痛いと思うんでこれつけて仕事しようかなと思うんですけど、ほんとねこういうときなんかデスクワークだったらよかったなってすごい思うよね。工場勤務だとね体を動かさないといけないから、これ痛いんだな。いや自転車漕ぐときはね大丈夫なんですよ。自転車はねかかとにこうつければいいんだけど、歩くときはねなんか痛いわ。ちょっと大変なんですけど、まあ、これはまあボクサーあるあるということで、まあ、皆さんね気をつけながら、練習したらいいんじゃないかなと思います。ということで、グダグダになりましたけど、一応こんな感じで今日は動画終わりにしようと思います。ありがとうございます。